アセト酸酸エステル合成は化学反応の一つでアセト酸酸エステルの活性メチレン部位から安定なカルバニオンが発生することを利用した炭素炭素結合を生成する反応である。本項目では類似した反応であるマロン酸エステル合成についても合わせて解説する。アセト酸酸エステル合成は上手に示す各段階を経て R 元と新しい炭素との結合を作る。 各段階を順に追う。アセト酢酸エステル1二塩基を加え、カルバニオン2を発生させる。2は、隣接する2個のカルボニル元と共鳴することで、大きく安定化されている。カルバニオン2に、旧電子剤として、ハロゲンカアルキル RX を作用させ、R 上の吸覚置換反応により三を得る。合成上の必要に応じ、続くアート処理を行う。 気酸あるいは気アルカリ水溶液で処理すれば、脱炭酸を伴いながら、α カンアセトニオンがノーアルカリ水溶液で処理すれば、酢酸,酸イオンの脱離により α カ,酸酸カンアセトニオンを得た場合では、アセト酢酸エステルは、アセチルメチルアニオン CH2 の合成糖過体として働いたことになる。 アセト酢酸エステル合成とよく似た手法として、マロン酸エステル合成がある。そこでは、マロン酸のエステルから発生させたカルバニオンを利用し、アルファチカンサクエステルを得る。マロン酸エステル合成は、上手に示す、各段階を経る。マロン酸、エステル1に塩基を加え、カルバニオン2を発生させる。2も、2個のカルボニル元と共鳴することで、 大きな安定化効果を受けている。カルバニオン2にハロゲン化アルキル RX を作用させ酸を得る。必要に応じて、悲惨で処理すれば、容易に、加水分解と脱炭酸が起こり、α カンエステル4が得られる。この流れの中で、マーロン酸エステルは、酢酸エステルの α ア,アニオン CH2 の合成糖化体として働いたことになる。アセトンや酢酸エステルに、 強塩器を作用させて、カルバニオンを安定に発生させられれば、ハロゲンカールキルとカップリングさせて、同様の生成物を得ることができるが、そのような手法では、アルドール縮合や暗い全縮合などの副反応を併発する可能性がある。蒸気の合成法は、必ずしも強い塩基や酸を必要とせずに、CC 結合を作れる点に、合成上の利点がある。ありがとうございます。